私は以前はテレビの制作会社に勤めていまして、テレビのドキュメンタリーの制作をしていました。で、その後もう少しその自分の関心だったり、いろんな地域での取材をしたいなというふうに思いまして、2018年頃からフリーになりまして、でイラクの方に渡航して、まあ、半分取材をして半分現地の大学院に通うということをしていました。で、今はその後そのレバノンに移りまして、こちらで、まあ、語学の勉強したり取材をしたりしています。そうですね。2017年頃に、まあ、個人的にそのイスラム国の取材をしたくて、そのイラクに何度か通って、まあ、短期の取材をしていました。で、取材の合間にその知り合いの NGO の事務所をちょっと訪れる機会があって、で、そこでたまたまボランティアをしていた姉妹に出会ったのが最初の出会いでした。で、本当に仕事とは関係なく、こう友達になって、なんかお互いの住んでいるところを訪ね合ったりだとか、出かけ合ったりだとか、なんかそういう形で交流をしていたんですけれど、2018年頃に、まあ、自分もフリーになって、で、イラクに移ろうってことになって、で、また、まあ、彼女たちとの交流がさらに深まって、で、まあ、だんだん2人のことを知っていくうちに、以前彼女たちが言っていた言葉がこうふと蘇ったんですね。その日本のアニメがその戦争の体験を話してくれる中で、な、日本のアニメが自分たちをこうに希望を与えてくれていたって、そういうふうに言ってたんですね。で、初めそれを聞いた時は、なんかあまりにも綺麗な言葉すぎて、もう本当にそんなことがあり得るんだろうかという、逆にこう疑うような気持ちも少しあったんですけれども、まあ、でもそれならもうちょっとこのことをちゃんと聞いてみたい、ちゃんと知りたいと思って、取材を依頼して撮影を始めたというのがきっかけです。そうですね、ファイナンス面ではヤフーのクリエイターズプログラムに応募して、そこでの資金をいただきました。で、企画自体はその企画から、まあ、その完成するまで実は半年以上かかっていて、まあ、一番時間がかかったのは、彼女たちもすごく取材を喜んで快諾してくれてはいたんですけれども、やっぱりその慣れない土地で姉妹2人だけで住んでいるっていうこともあって、やっぱり精神的に不安定な時期が、まあ、ちょこっとあったりだとか、まあ、ちょっと鬱っぽくなってしまったり時期もあったりだとか、あと、まあ、イスラム教徒なので、彼女たちは断食月、ラマダンの時期があったので、その時はもういろいろ答えたりする元気があまりないので、まあ、取材ができなかったりだとか、まあ、そういう都合でこう始めようという、こう合意は得てたんですけれども、その実際にスタートを切るっていうのがなかなかできなかったっていうのが実際です。まあ、撮影するまでにその彼女たちと話す機会が本当にたくさんあったので、それは撮影を目的とせずに、本当にこうたわいもないおしゃべりの中で聞いていた言葉がたくさんあったり、まあ、目にしていた場面がいろいろあったので、ここはやっぱり日本の視聴者に見てほしいなという部分があったので、そこはその撮影する中でももう一度聞いたり、もう一度見せたりしたいなというふうに、そういう意図はもちろんありました。まあ、ただやっぱりそのカメラを向けると、彼女たち自身もやっぱり自分たちのことを伝えたい、これはちゃんと言わなければいけないっていう覚悟をして、こう初めて口にしてくれた部分もたくさんあったので、そこももちろん大事にして作品にしたつもりです。今もアルビル、イラクの同じ町に住み続けています。で、そうですね、妹の方は作品の中でも少し出てきたその猫の、キャラクターを、なんか今度はその絵本にしようという、そういう取り組みが始まっているみたいで、そこでその作画の協力をして、もんちゃんとしっぽというタイトルらしいんですけれど、その絵本を完成させて出版されたところなので、とても喜んでます。で、まあ、姉妹2人に関して言うと、やっぱりもう少し、まあ、勉強を続けたい、で、まあ、例えば外国で働いてみたいっていう、そういうこういろいろ思いがあって、まあ、試験を受けたりだとかいろいろ挑戦してはいるみたいなんですけど、まあ、なかなかイラクという、まあ、難しい状況だったり、まあ、コロナウイルスの関連だったりで、
いろいろ迷ったり困ったりしているようです。まあ、やっぱりその彼女たちの気持ちが乗らない、話したいんだけども、やっぱりこういろいろ将来のことだとか今の自分たちの状況だとか、それを考えると基本的にはすごく明るいんですけど、やっぱりこう今は仕事もないし、やっぱり幼い時代やりたかったことがやれなかったっていう、そういうなんかこう悲しさみたいなのをまだ抱えているので、やっぱりそのうつうつとした気持ちで、やっぱり日常が引っ張られてしまうみたいな、そういうことがたくさん時期が結構長くあったので、そういう気持ちを大事にしつつもこう作品を作るっていうのがなかなか難しかったです。彼女たちとてももてなし上手でもあるんですね。で、撮影に行こうとなると、じゃあご飯を作って迎えてあげようというふうに思ってくれたりだとか、あときっと料理している場面も撮影したいだろうからと思って、すごいイラク料理を準備してくれてるんですね。で、その場面もきっと撮影したいだろうからと思って作ってる途中で呼んでくれるんですけど、でもイラク料理ってすごい時間がかかったりすることもあるので、なんかずっと料理をしていて、インタビューしたいなけどな、撮影したいんだよなっていうのがありながらも、なかなか撮影が始められないみたいなことがあって、こう3人でどうしようどうしようみたいな、ご飯も食べたいし撮影もしたいしっていう、そういうふうにこうはしゃいでいた時もありました。撮影自体は私一人で行いました。編集も自分自身で行いました。で、本当に彼女たちの家に泊めてもらったりだとか、まあ、一緒に外出した先で、まあ、同じ部屋で、まあ、寝たりだとか、なんかそういう関係性の中で作りました。で、実際に撮影していた期間は、日数としては本当に、そうですね、また1週間、今日10日ぐらいだったとは思うんですけれども、全体としてはまあ1ヶ月半、2ヶ月ぐらいの間の中で、カメラを回したという感じです。そうですね、イラクに限らず、そのアラブ圏にはこうスペーストゥーンというなんかこうアニメ専門のチャンネルがあって、まあ、そのアラビア語で全部そのアニメを翻訳した番組をずっと放送しているチャンネルのがあるので、それを結構そのイラクに限らずアラブ圏の人たちは見ているという、そういう部分があると思います。イラクに限らずその中東出かけると、僕このアニメが、私がこのアニメが好きなんだよっていう、そういうふうに声をかけられることはよくあります。でもやっぱりその主人公がその困難にこう立ち向かって何かを乗り越えていく、その細かいところ、そのディテールがその描かれているところがやっぱり惹かれるというような声はよく聞かれるので、もちろんディズニーの作品なんかも素晴らしいものたくさんあると思うんですけれども、やっぱりその日本のアニメから感じるその主人公のその勇気だとか、その仲間と一緒に協力してだとか、そういう部分に多く魅力を感じている人はいると思います。まあ、配給という感じになってしまうんですけれども、もちろんそのイラクの人たち、中東の人たちの中でもアートが好き、漫画が好き、純粋に好きという気持ちの人たちももちろんいると思います。でもただ同時に、そのやっぱり特にイラクの人たちなんかはでも治安が良くない、まあ、外でその戦闘やってるなんてこともあるような状況だったので、もう家にいざるを得ない、で、まあ、外で遊べないから、じゃあ何をしようとなった時に、やっぱり絵を描く、アニメを見る、そういう、こう限られた選択肢しかなかったから、まあ、やれなかったんじゃないかっていう、そういう部分もあると思います。で、特に女性なんかはその治安の問題だけじゃなくて、あまり家庭に出歩かない方がいいというふうに、まあ、家族によっては言われてしまうので、やっぱりじゃあ家で何にしようかとなると、やっぱり絵を描く、まあ、そのテレビを見るということになってしまう、そういう、こう積極的とは言い難い理由で、まあ、やり始めた、まあ、最終的にはすごく好きになる人もたくさんいると思うんですけれども、そういうことが背景としてはあると思います。そのイラク人の中でもやっぱりその写真が好き、まあ、アートが好き、まあ、絵を描くのが好き、そういう人たちは、まあ、やっぱり今でもたくさんいて、で最近もその、まあ、イラクの中央南部の方ではその反政府抗議デモ
みたいなのが継続して行われているんですね。その政府の腐敗に対するものに抗議するという、そういう運動なんですけれども、そこでは結構若い人たちが参加していて、でもうその暴力的な形ではやりたくないという、そういう人たちが、まあ、絵でその自分たちの思いを表現したりだとか、写真でそれを表現したりだとか、その、まあ、技術オブジェクト、オブジェのようなものを作って、それでその自分たちの思いを表現したりだとか、そういうその形でもアートが生きているという部分があると思います。もう生きるしかないから生きる、そのまあ、別に彼女たちも言ってるんです、まあ、彼女たちはまだそのまだすごく恵まれた状況の人たちではあると思うんですけど、昔は希望だとかそういうことを言えたけども、今はその希望だっていうふうには言えない、まあ、でも、まあ、ちょっと私の解釈も入るんですけど、まあ、でも、まあ、やれることをやるしかない。例えばその家族がいればその家族を大事にしたいし、まあ、夢があればまあ、できる限りのことをしたいと思うし、でもそこにこうキラキラ輝くようなそういう希望があるかって言われたら、やっぱり彼女たちだけではそれを見出すのはすごく辛い、しんどい、まあ、限界がある部分はたくさんあると思うんですね。まあ、その戦場の中にいる人たちにとってみれば、もうその毎日その爆弾がこう注いできたりだとか、明日食べるものが何がわからないって時に、まあ、そこでその力を見出せる人たちはそれはすごくすごいと思うんですけども、やっぱりもうでも生きるしかない、しょうがないから毎日生きるしかない、まあ、そういう人たちがすごく多く大半だとは思います。 なので私ができることは、まあ、その彼女たち、まあ、そういう人たちの状況がどうなのか、でどうしたらいいのかっていうのを少しでもなんか提起できるよう なんかそういう作品ができたらなというふうには思ってはいますが、やっぱり彼女たちだけにその強さを求めてはいけないなという、そういうふうに思っています。現在はその、まあ、映像制作もしつつ、最近は記事を書くことが多くて、まあ、イラクの情勢だとかレバノン状況だとか、そういうそのレポルタージュを書くことが多いです。でなのでちょっと最近はちょっと映像から遠ざかっている部分もあったので、またじっくりと誰か人に向き合う、その様子を見つめる、そういうドキュメンタリーも制作していきたいなというふうに思ってます。でですね、そのショートフィルム のドキュメンタリーの魅力としては、やっぱり書くことが多い自分としては、こうあの情報も入れたい、この情報も入れたいというふうにすごく思ってしまいがちなんですけれども、やっぱりその短い中でこう何を見せるか、その魅力は何かっていう、その凝縮してその伝えることができる、そういうその映像の力っていうのはすごくあると思うので、そこが魅力だと思います。まあ、良かった面としては、そのかなり遠方にいる人たち、遠くにいる人たちへのインタビューも、まあ、こういうふうな Zoom なんかを使って気軽にできるようになった部分、そういうところはあるかなと思います。やっぱりその日本のテレビだとこう、まあ、映像だと直接見に行って会いに行って話をしなければいけないという部分があって、それでこう結局じゃあできないからやめてしまおうみたいな部分があったと思うんですけど、まあ、海外のニュースチャンネルだとかだとこうスカイプなんかを使って結構気軽にインタビューをするっていう回数がやっぱり日本よりも圧倒的に、まあ、以前多かったと思うんですね。でそれがその、まあ、今回 そのコロナ禍でも日本でもそれがもうちょっと増えたように感じるので、そういうその物理的な問題がそのハードルだったのが、それがこう払われてしまったっていうのは良かった部分かなとは、まあ、良かったというとちょっと弊害があるんですけど、変化した部分かなとは思います。まあ、ただそのドキュメンタリーだと誰か新しい人に会ってこう関係を作って、まあ、何か撮影をするということなので、まあでも相手に感染をさせてしまったらその元も子もないので、やっぱりその新しい取材、新しい撮影がしづらくなってるっていうのが、まあ難しさかなと思います。まあ、その分その CG を使ったりだとか、その編集の仕方をこう魅力的に見せたりだとか、そこが自分自身の課題かなというふうに。インタビューとかそういうことをしたことはないけども、近所にその支部みたいなそういうオフィスがあったりだとか、あと
はい、この前、先週の爆発の時も、その赤十字の人たちがすごく活発にお仕事されていたので、街中で見かけたりだとか、そういうことがすごくありました。で、みんな、赤十字に寄付しようと、なんか赤十字ならすごく信頼できるから、ぜひそこに寄付しようみたいな、そういう動きはレバノンではありました。そうですね。やっぱり日本に住んでいて、やっぱり戦争が身近に感じられない、中東で起きていること、世界各地で起きていること、そこがやっぱりわからないというのはすごく当たり前のことだと思うんですね。私もこういうふうに取材を始める前までは、今でさえやっぱりまだ理解してきれてない、やっぱり分かっていない部分がたくさんあると思うので、100%やっぱり分かるっていうことは難しいと思います。でもその中で何かやっぱり共通点があれば、それはなんかすごく嬉しいこと、楽しいことですし、今回の、ショートフィルムを作る中でも、なんかイラクにもこんなふうに日本のアニメが好きな人がいるんだ、それを自分の中でこんなふうに昇華させて、自分の強さにした人たちがいるんだっていうのが、なんかすごく嬉しい発見でもあったので、なんかそういうちょっとしたきっかけ、私はそういう、これがきっかけだったんですけれども、映像を見てくださった皆さんも、何かちょっとしたきっかけから、なんかそういういろんな地域、紛争地域に住んでる人たちのことを発見するものがあればいいなと思います。でもやっぱりわからないことはわからない。私もこのやっぱりそのだから日本のアニメがすごかったんだ、彼女たちを元気づけたんだっていうふうにやっぱり思えないですし、やっぱりそうせざる、そういうアニメを使って自分たちを鼓舞しなければいけなかった、自分たちを強くしなければいけなかった、そう彼女たちの状況をやっぱり想像する、100%はやっぱり理解できないけども、でもこういうことなのかもしれないって、そういうふうに思うことが、やっぱり次なる、やっぱり関心だったりだとか、次なる興味だったりだとか、世界で何が起きてるんだろうかっていうことにつながっていくと思うので、少しずつ、私もその段階ですけれども、少しずつでもいいので、何か起きてることを、しようとし続けることができたらなというふうに思います。